ツークシュピッツェ3ジャンプ競技場、ガルミッシュパルテンキルヒエンは、ドイツ連邦共和国のバイエルン州に属する都市である。1936年冬季オリンピック、ガルミッシュパルテンキルヒエンオリンピックが開催された、ことでも知られる。人口は、約2万7千人である。オーストリアとの国境近く、ツークシュピッツェ3の北陸に位置する。約80キロ北東に、ミュンヘン、 約35キロ南東に、オーストリアのインスブルックがある。ミュンヘン、ツークシュピッツェ、インスブルック、ロイテに鉄道が通じる。鉄道のガルミッシュパルテンキルヒエン駅と線路を隔てて、西がガルミッシュ、東がパルテンキルヒエンである。ガルミッシュをロイナフハ川が、パルテンキルヒエンを、パルトナフハ川が流れており、街の北で合流する。 ガルミッシュパルテンキルヒエン始発のバイエルンツークシュピッツ鉄道でツークシュピッツエさの山頂付近まで登ることができる。途中駅のアイプ湖からは立憲幕ハ式鉄道になる。終点駅からはロープウェイで山頂まで到達できる。中世より水運の要所であった。この近辺での物資の積み替えはアウクスブルクに拠点を置くフーッカー家が担っていた。 17世紀の30年戦争では多大な被害を受けた。19世紀にバイエルン王国の領土となり、同世紀末にミュンヘンと鉄道で結ばれ、一大リゾート地として発展することになった。町の名前が長いのは、元はガルミッシュとパルテンキルヒエンは別の町であったためである。この地に1936年開催予定の冬季オリンピックを時のナチス政府が誘致しようとしたところ、 街の規模が小さく開催地の基準に満たなかったことから、基準を満たすように2つの街を合併することとなった。合併に際して、住民の多くは反対だったようであるが、政府の強力な主導で1935年、冬季オリンピック開催を前に、ガルミッシュとパルテンキルヒエンガが合併して、現在の街となった。作曲家、リヒャルト・シュトラウスが、その晩年をこの地で過ごした。 名誉市民の称号も受けており、街には、リヒャルト・シュトラウス博物館もある。また、果てしない物語などの代表作で知られる、ミハエル・エンデの出生地でもある。かつての冬季オリンピック、アルペンスキー世界選手権の開催地であり、現在もスキージャンプ週間、第2戦の開催地であることで、ウィンタースポーツが盛んな場所として、世界的に知られている。ありがとうございます。